いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。上田だよ。本日もよろしくお願いします。本日紹介するのは、コカ・コーラより2月26日に発売された、あやたか、ジャバの甘み、玉露入り。こちらをご紹介したいと思います。こちらは、茶葉の自然な甘みをたしなむ、苦味を抑えた飲みやすい緑茶です。こちらは、急須でね、入れたような、緑茶の味わいを目指す緑茶ブランドあやたかより茶葉本来の持つ甘みを引き出した新製品、あやたか茶葉の甘みを2月26日に発売しました。こちらはですね、創業450年の歴史を誇る京都宇治の老舗の茶葉、これ読めないな。これ、上林、春末本店って読むのかな、の協力、の協力のもと開発された急須で入れたような茶葉の味わいを目指す緑茶ブランドです。こちらの商品は苦味や渋みを抑えた飲みやすい緑茶を好む方に向けて、茶葉本来の優しい甘みをお楽しみいただけるよう設計した緑茶です。茶葉が本来持っている、豊かな甘みのある茶葉を厳選し、合組茶葉を組み合わせる技術をしています。日光を遮断したところで、栽培することで甘みや旨みが多く含まれる玉露、甘みやコクが特徴的な深蒸し茶、抹茶を粉に引き上げる前に現場である天茶の3種類の茶葉を使用しています。さらに急須で入れるようかき回さず、時間をかけて丁寧に低温で抽出することによって、苦味や渋みを抑え茶葉の甘みを引き出しています。しっかりとした、緑茶の味わいが、最初に感じる味に広がり、茶葉の持つ自然な甘みをたしなめる製品に仕上がっています。読むだけで2分30分かかと思いますね。はい、では、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この甘み。神林春松っていうのかな。読めないね。さあ、こっちだ。これちょっと見えないんだよね。でも緑茶です。よく見たら緑茶商品紹介するの久しぶりな気がするな。なんか久しぶりだね。さあ、これですね、よく振ってお飲みくださいってことなんで、よく振りたいと思います。はい、振りましたよ。よく振りましたよ。はい、では開けたいと思います。はい、さあ、よく振ったんで、やりたいと思います。ああ、香りは本当に、急須で入れたような匂いしますね。普通のお茶に比べて濃い。濃いけど飲みやすい。そんなにも苦くもなく、さっぱりとしてるんでね、いろんな料理に合わせやすいかもしれない。料理の邪魔にならないかもしれないな。まあ、お茶っていう主張がない分飲みやすくて、いろんな料理に、結構甘みもね、そんなに苦味もないんで、引き立てて美味しいと思います。こちら急須で入れたような、まず香りで楽しんで、飲んで楽しむ。
商品です。はい、こちらはガブルマしないってる、ヤンですヤンです、はい、ぜひこちらもね飲んでみてはいかがでしょうか。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。もし面白ければでいいですよ。面白ければでいいですよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね。